聴覚特典の中に V のみという形があります。お酒の器を飲むときにコップとかおチョコだとそういうことはしないんですが、V のみの場合は器一杯に持つ。でそれをそのままだと口に当たって飲めないんで、わざわざこういうふうに曲げないと飲めません。ですから器をこうやって指2本で握ってるんですが、普通この状態だと曲がらないんです。手首が曲がらない。それを曲げるっていう技術をできるから飲めるよね。この状態なんだけど手首が自由に動きます。普通こういう使い方をすると手首が動かなくなっちゃうんですね。なみなみとお酒をつがれて飲めません、飲めません。ですからここの親指側の頭骨のここの靭帯だけスポンと緩めるんです。これは竜の口でも束を握るときにそれをやってるんですが、これをぐっと丸めるようにします。こうじゃないんですね。ぐっと丸めるようにとっていきます。で、ここをフリーにする。こういう内向きの力と器を持っている内向きの力とぐっと握ることによって外側にはみ出る力、これだけで2つの力が発生します。さらにここの靭帯を緩めることで3つ目の力が発生しているので、それだけ考えますよ。つまり朝顔の手、ね、一刀流形のこの形で相手がかかりますではなくて、グリーンの身でかかりますけど、これ自体が一つ、握らなくていいんです。触れてるだけよいしょ、かかりますよね。絶対に普通にいきませんね。V のみで V のみで、これだけで V のみの形